どうもね、ワグネルはね、準備してたんじゃねえかということで、これね、MSSN65 さんね、この方も私がフォローしてるね、まあ日本の、まあおとう的なね。 あの、こういう軍事情報をやってる方ですけど、こんな風に言ってます。4月から5月にかけて、プリゴジンは、嘘の弾薬不足は叫び続け、膨大な量のハンドランチャーね、あの、対空ミサイルと、それから、露獲したジャベリンですね、ウクライナ軍から露獲したジャベリンを備蓄しているとで。ワグネル関係者によると、このシノリオは2ヶ月以上かかったということであると。事実であるかは不明ということで、元のツイートはですね、 マイケル・ウェイスさんという方がしてます。4月から5月にかけて、えー、プリゴジンは、ね、弾薬不足という、まあ、疑惑について嘘をつき、第一突撃分隊と第南突撃分隊は、膨大な量の万発、まあ、ね、このね、蛍光式のハンドランチャーと、露、え、角、ー、したジャベリンを備蓄していると、えー。プリゴジンの治安当局関係者は、この試練の準備には2ヶ月以上かかったというふうに言っているということで、まあこれが、どうもあのプリゴジンが弾薬不足を叫んだのはですね、もうクーデターに向けてね、 弾薬を備蓄すするたためだったのではなないいいかととううようなことが言われていますそれからね、あとね、まあ、これもね、イゴールシシコさんなんでちょっと微妙なんですけど、プーチン大統領がカザフスタンにま、逃げようとした、まあ、というか飛行機で逃げようとして、カザフスタン領空に入ろうとしたが、拒否されたと伝えられていると。 トカイフ大統領は今回の出来事はロシアの内戦問題だとコメントしたということ。まあ、これもちょっと、プーチンまで逃げてるかどうかちょっとわかんないですね。まあ、ルカシェンコの家族が逃げたっつうのはまあ、さもありなんだし、オリガルヒーが逃げるっつのはさもありなんですけど、プーチン逃げたらさすがにねえかなとは思うんですけどね。はい。まあでもどうもね、かなり準備されたクーデターだったのかなという疑惑はですね、出ています。それからですね、これまたイゴールシシコさんなんですけど、どうもね、ゲラシモフはですね、 ロストフ州にいたみたいなんですよね。ね今、ワグネルがね、占領してるんですけど。で、ワグネル曰くですね、ロシアのバレリー・ゲラシモフ参謀総長が、ロストフの国防総省本部から逃亡し、市内の友人アップアートに隠れようとしているという主張をしているということで、ゲラシモフはひょっとしたら捉えられるかもしれませんね。ワグネルによってね。そしたらこれちょっと事件ですよ。でもこれもちょっとね、本当かどうか、まあよくわかりません。まあこういう情報が出ていると、 ということなんですけど、ね、まあ果たしてどうなるかということですね。それからですねこれはマサさんという方がね、まあ、この方もまあ割とウクライナのことあの解説されてるアカウントですけれどもこの方がですねちょっとこれ面白いにちょっと読みますけど「なんでワグネルに南部軍管区が抵抗しなかった考えているんですけどダムが破壊された時現地のロシア軍は何も知らずに人地ごと水に飲まれてしまいましたよね。あれ南部軍艦区も知らなないいまま中央が勝手に爆破したんんじゃないんですか それで南部軍管区と中央の間で亀裂ができたんじゃないと、ね、クリミアを守るためなら、南部軍管区の将兵は平気で切り捨てるという決定が目の前に起きたわけでえ、プリゴジンの反乱に積極的に参加するわけじゃないけど、かといって中央に忠誠心を発揮して鎮圧する気にもなれない、やむを得ず黙認という形で中央に反響を翻しているのではと、えー、いうね、まあ、憶測をまあ言ってるんですけど、まあ、それは差もありなんていう感じですかね。 はい。あとね、ちょっと専門家の、えー、ご意見も一個紹介しておきます。防衛研究所の高橋杉雄さんね、こんなふうに言ってます。選挙への影響ね。ね、これについて研究してるんですけど、選挙への影響だが、ロシア側が陣地防御をして、ウクライナ側が攻めかかっている形であることを考えると、南部軍管区司令部が仮に麻痺していたとしても、前線部隊のやることは変わらないので、大きな変化はないのではないか。このタイミングで第一防衛陣地を突破できたら、破壊的な影響につながる可能性はあるが、というふうに言ってます。まあ、要は、今いるポジションはいいんだけど、 かれるとそこ誰もサポートするるがいねねえと混乱してるから、ね、まあ、そういう意味かなというふうに思うんですけれどもこれちょっと大変ですよねかなりあのすごいことになっています今ですねこれクリス・オーウィキさんがツイートしてきたんですけれども今日の夕方4時ぐらいでしょこれいわく、ね、ちょっとまあこれもこのまま読みますけどワグネルグループによると え、反乱を受けてですね、ロシアの治安部隊が混乱しているというふうに報告があるそうです。多くの職員がですね、酔いすぎてすぐに対応できず、他の職員がワグネルと戦うことを拒否しているというと。えまあ、金曜日の夜はですね、まあ、みんな飲んでるんですね。<laughs> はい。なので、あの、ロシアはちょっと動きが遅いと。ね。決戦は金曜日ということですね。で、さらにですね、テレグラムチャンネルにね、あるんですけれども、情報源が様々なセキュリティ組織内の状況を語っていることを報告していると。FSB と内務省では、 全員が元気に活動しており、緊急に報告を行っている。今はすでに、す、え、べ、ー、てのオフィスが大きな二次会のような状態になっていると。飲んでんのかと。スタッフの80%は酒の匂いがすると。中にはほとんど足で立つことができない人もいます。彼らを武装させることも、どこかに送ることもできないと。金曜の夜はこのようなことを始めるのに最適な時間です。えー、誰もが周りに立って何かを待っていると、えー、いうことです。 さらにですね、あと数時間、えー、アルコールが切れ始めるとお互いの争いが始まるだろうと。さらにですね、ワグネルと戦いたくないというのが共通のテーマのようだと。ロストフでは特に警察の間で本当にパニックが起きていると。治安施設を守るための要塞作戦に関連して徴収された人員は40%以上不足しているということで、戦いたくないんでも徴収現場に行かないということですね。 それから、ワグネル軍は通過禁止の命令にも関わらず、抵抗なくウクライナから国境を越えることができたと。FSB の国家警備局と内務省の両方が、ワグネルを停止する指示を受けたけれども、まあ、結局ですね、まあ、そんなことできないので、誰も従っていないと。ワグネルの方が強いんですよね。はい。えー、クレームにとって最も不気味なことは、治安部隊の一部が積極的にワグネルの側に立っているが、ワグネルに対抗する行動を拒否しているように見えることであると。 さらにですね、国防省は南部軍管区の多くの部隊や、部隊に対する統制を失っており、えー、ロシア国家、えー、警備隊や FSB による防衛を組織することは不可能であろうと。地元の指導者らは極めて慎重に行動しているということで、これちょっとうまくいっちゃうかもしれないですね。さらに続きますね。プリゴジンに抵抗する試みは FSB と州兵を介してのみ行われている。国防省は単に撤退しただけで、下級将校は命令に従うことを拒否するか、ワグネルを直接支援するかのどちらかであるということで。 えーとそんな中、です、ね、ショイグ国防相と、まあ、そのロシア国防省のチームはですねただ隠れて現実での接触を完全に失ったとその恐怖は明らかに深刻なものだと言っておりますさらにですね戦争に参加した国防省の多くの部隊がワグネルの指揮下に入り始めていると軍全体がです、ね、ショイグとゲラシモフをですね排除しつつあると。 いうことで、これはちょっとうまくいっちゃうかもしれないですね。まあ、渡辺さんもどっち転ぶか分かんないって言ってたんですけど、当初言われてたようにね、モスクワまで1000キロあるからその間に空軍出てきて、もう僕もされて終わりだよみたいな、そんな単純な話でもないし、プーチンがね、最後はプリゴジンをね、持ち上げて、ね、っていう、こう、シナリオも、だって今回逆続認定したんで、これちょっと難しいですよね。 これほんとクーデター成功しちゃうのかなだとすると戦争、えこれ終わるのどうなんのということで、続きは明日お届けしたいなと思います。すいません。緊急アップロードでございました。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。明日朝8時からシニアリーグ、見てねーおオー